ああ、そんなかわいそうなことって。他に方法がないんだ。これが世間に知られれば、きっと大きくなる前に殺されてしまう。こうしている今だって、奴らが嗅ぎつけてくるかもしれないんだ。辛いだろうが、すぐにでも引き離そう。それがあの子たちのためなのね。大丈夫。来たるべき時が来れば必ず。ここはみんなどこなの？よかった、無事だったのね。ねえねえ、どうしたの？一体どうなってるのよ。一体どうしたっていうの？ねえ、オルネーゼ！いや、お前たちさえいなければ、この世界は平和だったんだ。何？意味がわからないわ。いや、本当にどうしちゃったの？あなたが全ての元凶だったとはね。あなた方さえいなくなれば。はあ、トルネコさん、元凶って一体何のことなの？いや、結局全部あんたのせいじゃん。ラボ、こいつに死んでもらわなきゃ。ああ、やっちまおう。それがこの世界のためだ。え？マリベル、ガボ、一体私が何をしたっていうの？はあ。お前なんか生きている価値はない。消してやる、今すぐにな。そう、お前らは存在すべきじゃねえ。この世界のためにぶっ潰してやるぜ。私が存在すべきじゃないってどういうことなの？ねえ、教えてよ。貴様のようなやつがなぜ生きている？さあ、潔く死んでしまえ。君は世界に戦争を起こしたんだ。ねえ、死んで償ってよ。ホミロン、あなたまで。ねえ、どうしたのよ。はあ、あなたの運命でもあります。間もなく死ぬと。そうね、すぐに死んでよ。それともこの手で。ミネア、マーニャ、わからないわ。どうして私が死ななきゃならないの？はあ、戦争がしたいなら死んじゃえば。地獄で好きなだけやったらいいわ。教えてやるよ。はあ、この世界にお前たちはいらないんだ。いらない？世界が平和になるために私が邪魔だっていうの？はあ、嫌い嫌い嫌い。は
私、あなたなんて大嫌い。世界に戦乱を呼ぶ者たちを連れて行ってあげましょう。あの世へ。私が戦乱を呼ぶ？そんなバカな。はあ。貴様が、貴様らが生きているせいで父は死んだ。許さん、許さんぞ。ゼザール、まさかあなたまで？お願い、正気に戻って。なんなの？どうしちゃったのよ、みんな。なんで？どうして？私はみんなと戦うことなんか望んでない。世界に戦争を起こすつもりなんて。辛いだろうが、すぐにでも引き離そう。それがあの子たちのためなのね。大丈夫、来たるべき時が来れば必ず思い出すはずだ。そっか、私たちはいとこなんかじゃない。双子だ。ナジムの血を継ぐ者たちよ、時は満ちました。さあ今こそ目覚めるのです。心配していたんですよ。ああ、みんな。よかった、よかったよ。ごめんね、ホミロ。心配かけちゃって。そうだ。俺たち、一体どうなったんだ？ザラームの落とした雷に撃たれて、それから…それが…私たちにもよくわからないのです。ここで目覚めると伝承の塔が崩れ落ちていて、俺たちが気を失っている間に誰かがみんなを運んでくれたみたいなんだが、何があったかさっぱり覚えてないんだ。でも覚えてることもあるぞ。な、みんな。実はな、気を失っていた間、皆同じ夢を見ていたようなのだ。夢？双子の夢だよ。あんたたち二人がナジムの血を引く双子だっていう。なんだこの風？今度は何が始まるっていうの？雷とか嵐とかもうたくさんよ！
よし。これを授けよう。うん、行くがよい。ご分を。ごきげんよう。